1899年に出版された初版譜の表紙。英雄の歌作品 111B199 はアントニン・ドヴォルザークが作曲した還元楽のための交響詩。作曲は1897年8月4日から10月25日にかけて進められ、1898年12月4日にウィーンにおいてグスタフ・マーラーの式。 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏により、上演された。奏夫は1899年に、ベルリンで出版されている。作曲者の他の公共誌とは異なり本作には、下敷きとなるテクストが存在せず、また自助伝的作品とすべく、書かれたのではないかと思わせる節もある。全体としては力強く勇ましい楽曲でありながら、中央には、早々更新曲による、 緩やかな箇所が置かれている。ドボルザークと友人、家族たち。1893年、ニューヨークにて、英雄の歌作曲の4年前。本作は、水の聖、真昼の魔女、金の紡ぎ者の場とに続く最後の公共詩であるだけでなく、ドボルザーク最後の還元楽曲である。加えて、この曲の完成後に、彼が聖楽曲と、 オペラに専念したことから純器楽曲としても最後を飾る作品となった。ドボルザークが本作に着手したのは1897年8月4日、オペラ、ジャコバン・トイン、第三幕の手直しを行って、すぐのことだった。曲は彼が住み慣れたプシーブラムの夏の別宅で暮らし、またパトロンであったヨゼフ・フラブカが、ルジャニに所有する邸宅で過ごした3ヶ月の間に、 書き上げられた。全曲の完成は同年10月25日で1899年にベルリンのジムロックから出版されている。リヒャルトシュトラウスがこの1年後に同じような公共誌、英雄の生涯を書いており、両作品は時期を同じくして生まれることとなった。実のところ、ドボルザークも当初は弟子のビーチェスラフノバークの進言に従い曲名を 英雄の生涯にしようとしていたのである。初演は1898年12月4日に、ウィーンフィルハーモニー還元楽団によって行われた。タクトを握ったのは作曲者の友人であり、支持者だったマーラーであった。マーラーは、初演に先立ち、ドボルザークに次のように書き送っている。ちょうどあなたの2番目の作品である、英雄の歌を受け取ったところで、ノバトと、 同じく、とても魅了されています。ドボルザーク自身も初演に立ち会っており、1899年11月4日には、ベルリンフィルハーモニー還元楽団を指揮して、本作を演奏する予定となっていたが、突如発生した神経衰弱のため計画はキャンセルとなった。ドボルザーク自身のことによれば、私はあまりにも意欲を失ってしまい、 ジムロックに会うことすらせずに妻とベルリンから離れねばならなかった。曲はその前日にアルトゥルニキシュの指揮によって演奏されていた。1899年10月から11月にかけてはロンドン、ハンブルク、ボストン、ライプツヒでも演奏を重ねた。12月にはブダペストにおいてようやくドボルザークが自ら指揮することができた。本作は ドボルザークの他の公共誌よりも人気の面では大きく水を開けられているが喜ばしい力が止めどなくほとばしり音楽的には前年に書かれた兄弟作と同様に豊かな一方でラクリモーサの箇所は悲しみと憧れに満ちていると評されている性格面についてはベートーベンの様式の変化形であると表現される早々更新曲にはマーラーの影響が わずかに感じられ、集結部は、エドワード・エルガーの愛国的音楽とも比較されている。約22分。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、オーダイコ、シンバル、トライアングル、弦5部。本作の楽器編成は、ドボルザークの他の多くの還元楽作品と比べると、ハープ、珍しい楽器や、 標準的でない木管楽器を描いた、より簡素なものであるという点で重要である。これはこの作品が筋書きを持たせようとしたものではなく、単に悲嘆と勝利という二つの対照的な感情を描き出しているだけであることが理由である。ドボルザークはしばしば自作に、ボヘミアの民謡を取り入れており、これまでの四作の公共詩は、チェコの詩人であるカレル・ヤロミール・エルベンのバラード集、花束の中の詩を、 それぞれの題材にとったものだった。英雄の歌ではこの表題付き交響楽のパターンから離れることになった。ドボルザークは特定の付属テクストを示すことなく、後の書簡の中で大まかな概要を示しているに、過ぎない。決められた筋書きを持たないことが、本作が彼の他の還元楽作品に比べて相対的に顧みられていない理由なのではないかとの仮説も立てられている。 また、ドボルザークにしては珍しいことに、本作が自伝的な作品を目指したものだったのではないかとも考えられている。不気味な題材を下敷きにしたドボルザークの他の4作品は、公共史の創始者であるフランツ・リストの考えに沿ったものではなかったが、本作はリストが掲げたこのジャンルの理想を唯一目指した作品となっている。 英雄の歌の音楽的構造は四楽章の公共曲のようになっており、アレグロコン方コで開始して緩やかなポコアダージョ、ラクリモーサの経過を経て、スキルツを挟んで、コーダで閉じられる。冒頭、ビオラ、チェロ、コントラバスが奏でるヘンド単調の力強い主題に、開始し、曲はこの短い主題をもとに進んでいく。この主題は、第一の部分の至るところで様々な形で、 扱われる。続いて、静かな調子を特徴とする、緩やかな部分に移行して、英雄の嘆きが象徴される。これは、早々更新曲となっており、ドボルザークは、同じ形式をレクイエム、スターバト・マーテル、ピアノ50奏曲、第2番でも用いている。英雄は、悲嘆から立ち直り、音楽は雰囲気を次第に明るくして、変度蝶調へ至り、舞踏的なスケルツを導く。 最後は勝利のコーダが英雄の成功を示して閉じられる。ありがとうございます。